数年前に兄が局部を骨折したこと。その頃、私は高1で、兄はもう一人暮らしをしていた。家は両親が同じ仕事をしているので、その日は二人ともに出張だった。休み時間に母親から連絡が来て、兄が怪我をしたので急がないけど、帰りにパジャマとかパンツを実家の兄の部屋にあるものを持って行ってあげて、と言われて、私は驚いて、どこ怪我したん？と聞いたが、母親は、それがどうしてそうなったのか母さんもわからんのよ、というため、私は部活を休み、家に残っていた兄パジャマや下着などを持って病院に行った。兄は、病室で青い浴衣みたいなのを着て、腹からタオルをかけていたが、タオルに股間から血が滲んできていた。兄は私を見ると、妹子、悪いと真っ青な顔で言ったが、そのまま意識がなくなってしまった。慌ててナースコールを押して看護師さんを呼ぶと、看護師さんは、今手術終わったんですが、少し出血多いですねと股間についていたガーゼをはらりと外した。私は血に染まった兄のあれを見てしまった。医師が来て、兄のあれを診察し、もう少しで出血止まりますから、とガーゼを変えてくれ、私に軽く状態を説明してくれた。〇〇海綿体、〇〇損傷、みたいな話をされたが、本当に怖かった。帰省してきた兄が、今は、局部も健全になって結婚する。と話していたので、思い出して書いた。ただ、なぜあれがあんなに血まみれになったのかは、教えてもらっていない。です。腕の悪い医者による包茎手術？というか、血まみれの局部見せられた方もたまったもんじゃないな。報告者。部屋の中で転んだらあれが折れた、と聞いたので、包茎手術ではないです。動けなくて救急車で運ばれたそうなのですが、手術は、折れたあれをまっすぐに直して、裂けた表皮？を縫うものでした。当時は、ここから、こんなに血が出るのか。と、衝撃的でしたが、と、地に折れると結構大変みたいです。男の人は気をつけてください。